林百貨店は、山口県出身の経営者、林片一により1932年12月5日に、日本統治時代の台湾台南州台南市、末広町二丁目に創立した、日本の百貨店。当時は、林百貨店または、林デパートとも表記していた。現在は修復され特産品販売施設、林百貨として、再活用されている。 日本統治時代の台南において、唯一近代的エレベーターを備えていた建物は、俗にご騒老後とも言われ、台北市栄町の菊元百貨店と並び南北に、大百貨ビルとも言われた。設計者は、石川県出身の建築家、梅沢捨二郎。建物は、鉄筋コンクリート造りの6階建てで、1から4階は売り場、5階に、レストラン、屋上街6階に、 機械室と展望台、そして屋上庭園と神社があった。神社は開業の半年後に完成し、一般には公開されなかったが、末広社と呼ばれ、産業の守り神として、信仰の対象となっていた。建築技術も材料も、当時最先端のものがふんだんに使われている。百貨店があった末広通りは、台南一致の目抜き通りで、当時は銀座通りと通称されていた。 1945年3月1日、連合国軍による大規模な空爆で屋上、神社、外壁、床などが損傷した。戦後建物は改修され、台湾製園総工場、中華民国空軍及び警官の発出所などに使われたが、1980年代より空きビルとなっていた。台南市により1998年6月26日、 一さだ戸籍に認定され、2010年1月より修復作業が行われ、2013年1月に完成した。修復に際しては、創業当時の姿が再現されたほか、米軍によって爆撃された後や、当時のままの床材の一部などを記録として残している。屋上にあった庭内神社も、林百科、頂き老神社遺跡として残されている。 公募により2013年7月に台南市のファッションビルフォーカススクエアを運営している厚生開発株式会社が同ビルを賃貸することが発表され8月には修復した内部が期間限定で一般公開された夜間にはライトアップも行われている2014年6月14日に特産品販売施設林百貨として開業 文化創作の新しいスタイルの百貨店として再活用されている。ありがとうございます。